はい。会長の勝目氏です。え、今日サークルの皆さんに集まってもらったのは、まあ、新年会っていうのもあるけど、ちょっと一つ残念なお知らせがあって、あの、A 君が、えっと、いろんなサークル員からお金を借りたまま、えっと、行方をくらましていて、えっと、大学の活動にも、あの、出てきていません。10月ぐらいから。というわけなんですけど、 あ、やっぱ、B 君もあ、C ちゃんもあ、やっぱみんなお金貸してたんだ。そうだよね。僕もそうなんだよ。で、今回、あの、A 君の,あの親御さんから連絡が入ってて、今回もそう、一回集まってもらって情報を整理しようかなっていう思ったんだけど、これ人数だと思った以上に結構な額になりそうだね。 いやちょっと本当祝いの席で申し訳ないんだけどうん今回そうちょっと情報共有したくてやっぱ直接会った方がいいかなって思ってうんやっぱみんな D 君も E 君も F ちゃんもああやっぱみんなそうだよねあれそこの君どうしたの G 君あ G 君っていうんだ え、君の名前、今初めて知ったんだけど、君は何年生あ、2年生か。あえ、1年生の4月からいる。あ <laughs> それは悪かったね。で、君、まあ手挙げてたけど、あの、どういう、なんか、あれがあるのかなえっと、あの、僕何にも言われてないです。ああ。 あ、もしかして、他、みんな、あ、え、一人だけお金貸してない。えっと、それは、あの、なんか、断ったとかじゃなくて、A 君って結構、その、なんか、人望あったからみんな貸したな、からみんな急にくらまされて困ってんだと思うけど、え、君は、言われてない。え、他の2年生ってみんな、いや、やっぱ言われてるんだ。あ,あ。え、君は言われてない。 あー。一人だけ声かけられてないんだ。あー。えっと、あのー、いや、でもそんなに僕、お金、ケチな方とかではないんですけど。あの、他のサークル委員におごったりとか、ってか後輩だけじゃなくて、あの、同期にもおごってたりしたんですけど、 えー、荷物持ってあげたりとか、あと席取ってあげたりとか、大変してあげたりとかしてたんですけど、なんで、言われてないんですかね。いや、ちょっとそれは僕にはわかんないけど、えっと、あのー、とりあえず、まあ、お金貸してないんなら、ちょっととりあえず帰ってもいいんじゃないかな。うん。 いや、ちょっとこれからやっぱほら、あの、結構プライバシーも含めた話もするっていうか、うん、なんかその、ワンチャンそのいるんじゃないかって場所をほら分かってるて、みんなで行こうかなと思ってんだけど、ま、ほら、死んでるかもしれないし、うん。ええ、いやほら、関係ないじゃん、君。うん。会計あ,あ、会計は普通に置いてって。うん。 いやーちょっと悪かったね。うん、来てもらっちゃって。うん。うん。いやいやいや、なんかもうこれからほら、あの、なんか酒でもさ、ほら、食って、で、なんかその件について話して、で、その後なんかラウアンとか行ってさ、まあ遊んで、まあそのついでにこう寄ってくか、みたいな、あいつのアパート。まあ最悪こう駆け込んで、ね、あのほら、僕たち10人ぐらいだから、なんとか入って、 なんか鍋パーでもやろうかなみたいな。うん。いや、まあまあまあ、その <laughs>、いや、もう金、本人は金ないだろうから、まあ、食材とかも買う、用意して、うん、レンタカー借りてるし。うん。いや、まあ、いやいやいや、これは君関係ないやん。うん。うん。いやいや、じゃあまあ、あはい。あ、じゃあ、うん。 うん、あじゃあ当こう悪かったけど、うん、ごめんね。